イタリア戦線、第一次世界大戦。イタリア戦線、イタリア戦線は、第一次世界大戦中の1915年から1918年にかけて、イタリア北部において、オーストリアイコール、ハンガリー帝国軍と、イタリア王国軍が、それぞれの同盟国と、共に行った一連の戦闘のことである。イタリアは三国協商各国の援軍を得て、 かねてから領有権を主張していた南チロル地方、トレンディーノ地方、トリエステ、イストリア地方、ダルマチア地方、いわゆる未回収のイタリアを獲得することを望んでいた。イタリアは迅速な奇襲攻撃でオーストリア領の都市を占領するつもりであったが、戦況はすぐに西部戦線と同じような残酷戦の泥沼にはまり込んでいった。アルプス戦線とも呼ばれ、イタリアと、 オーストリアイコールハンガリーの国境線に沿って掘られた残酷をめぐる戦線で、中央同盟国南端と連合国北端をめぐる戦線ではあったが、1915年から1917年まで基本的に停滞した戦線であった。中世のイストリア半島では大部分の領土がベネツィア共和国の半島に含まれ、トリエステだけは自由コムーネとして独立し、 両国はたびたび戦争をしていた。1382年、トリエステはハプスブルク家の庇護下に入り、帝国自由都市となった。以来、ベネツィア共和国とトリエステ、ハプスブルクの間には対立関係が続いてきた。イタリア戦争では、イタリア半島の大部分が外国による支配の時代に入った。その最中に始まった。 宗教改革から三十年戦争が勃発し、ベスト・ファーレン条約によって、新生ローマ帝国のハプスブルク家は弱体化した。カトリックでありながら戦勝国となった、ブルボン家のフランス王国が主導する、ベスト・ファーレン体制は、ナポレオン戦争まで続いた。第五次大仏同盟のバグラムの戦いに、敗北したオーストリア帝国は、1809年のシェーンブルンの和役で、 フランス帝国にイストリアを割上した。イリュリア州となったベネツィア・ジュリアは、第六次大仏大同盟で再び、オーストリアイコール、ハンガリー帝国に占領され、1815年に、ウィーン会議で、オーストリアイコールハンガリーに割上されて、イリュリ王国となった。1848年に1848年革命が、起こって、ウィーン体制が崩壊すると、1849年にと、 ケルンテン公国とに分割された。1861年、フランスの支援を受けたイタリア統一運動によって、オーストリアイコールハンガリーの干渉を排除し、イタリア王国が建国された。しかし、オーストリアイコールハンガリー領内には、イタリア人の住む領域が残され、未回収のイタリアと呼ばれた。広島戦争に干渉し、1866年6月20日に、 戦線復刻したでは、賠償として、ベネト州を改修していた。1871年の不仏戦争で、ローマ問題を抱えていたイタリアは、フランス軍の撤退に乗じて、ローマに入場して、強硬領を併合し、ピウス九世は、1870年から1929年、と称した。一方、勝利した北ドイツ連邦、プロイセン王国は、ドイツ統一で、 ドイツ帝国となり、フランクフルト講和条約を締結して、アルザスイコール、ロレーヌ地方を獲得した者の,の復讐心に燃える、フランスを恐れようになり、フランスを孤立化させる、ビスマルク体制の構築を開始した。当初1873年には三帝同盟が結成されたものの、1878年のベルリン会議でロシアとオーストリアイコールハンガリーの対立が表明し、 破綻した。イタリア王国は1881年のチュニジア侵攻をきっかけにフランスのジュール・フェリー首相が主導する領土拡張論と敵対するようになり、1882年にドイツ帝国とオーストリアイコールハンガリー帝国と同盟を結んで三国同盟を構成し、未回収地問題は棚上げされていた。 1914年8月に第一次世界大戦が勃発すると、イタリアは当初は同盟は防衛的なものであって、オーストリアイコールハンガリーの構成に、イタリアが参加する義務はないとして、参戦せず、中立を宣言した。戦争初期から、協商国はイタリアが自陣営に立つ、要、未開収地の活譲を条件とする外交構成をかけ、 1915年4月26日には、イタリアが三国同盟を放棄して協商国側に、ワル秘密協定のロンドン条約が結ばれるに至った。そして翌5月23日、イタリアは連合国に加盟し、オーストリアイコールハンガリーに戦線を布告する。1915年5月23日、イタリア軍まで先端を開いた。1915年6月23日、 イタリア軍は、イゾンツ川沿いの都市五立や占領を狙って、攻勢をかけた第一次イゾンツの戦い。しかし、イタリア軍は砲、車両、弾薬装備が貧弱で、開戦時に輸送用自動車は、全軍で600両しかなかった。このため、他国の軍と同じように、イタリア軍は、主な輸送手段として、馬を用いていたが、 アルプスの険しい地形では十分な速さで補給を行うことできなかった。また、新たに司令官に任命されたルイージ・カドルナは実戦経験がなかったため、配下の将兵に大変不人気であった。当初イタリア軍はオーストリア軍に比べ2対1と数で勝っていたが、アルプスに沿って築かれたオーストリア軍の強固な防衛線を突破することはできなかった。この主因として、 オーストリア軍が高所に陣取っており、イタリア軍は、投範を行いながら攻撃しなければならなかったことが挙げられる。七月十八日、イタリア軍は砲兵を増強して、再構成を試みたが撃退された第二次依存層の戦い。十月十八日の第三次依存層の戦いと十一月十日の第四次依存層の戦いには千三百門の重砲を投入して、 攻撃をかけたが、これも失敗した。シャンティでの連合軍諸国会議、1915年12月6日から12月8日で、イタリア軍に要請された第5次依存との戦い、1916年3月9日から3月17日が悲惨な構成となり、東部戦線へ、イタリア戦線の同盟軍が分散するような軍事行動を要請した。オーストリア軍は、 トレンティーノを基地として、アジア語高原を横切って、平信を目指す反撃作戦、討伐、アジア語の戦いを計画した。この作戦は1916年3月11日に始まり、15個師団のオーストリア軍がイタリア軍の防衛線を突破した。オーストリア軍の攻勢について差し迫った警告が上がっていたにもかかわらず、 イタリア軍の現地司令官は防御準備を行う。代わりに、局地的な攻勢作戦の実行を選択したため、準備のできていなかったイタリア軍拠点は打ち破られた。イタリア軍は、他戦線から引き抜いた兵力を投じ、東部戦線でブルシーロフ攻勢が開始されることで過労うじて、オーストリア軍の攻勢をしのげことができた。1916年の後半には、 イゾンツョ川をめぐって4回の戦いが発生した。8月にイタリアの攻勢で発生した第6次イゾンツョの戦いでは、ブルシーロフ攻勢によってオーストリア軍の防御線から部隊が引き抜かれていたため、イタリア軍は以前の攻撃に比べて大きな戦果を上げることができた。この攻撃でイタリア軍は戦略的意味は薄いもののゴリツヤを占領し、その指揮を大いに向上させた。 なお、9月14日から11月4日にかけて、行われた第7次、第8次、第9次の依存蕎の戦いは、疲れ切った部隊を、さらに消耗させる以外には、双方ともに得るところがかった。第10次依存蕎の戦いによる、わずかな戦果を得たイタリア軍は、コリツヤの北方と東方で、オーストリア軍防衛戦に対する二正面攻撃を、起都し、 第十一次依存との戦いが発生した。オーストリア軍は、東方では、イタリア軍の攻勢を容易に抑え込んだが、北方ではの指揮するイタリア部隊が、オーストリア軍の戦線を突破し、ベインスツプラトを占領した。この対戦における他の戦意と同じように、イタリア軍はほとんど勝利を手にしていたものの、前線への補給を十分に確保できなかったために、それを保持できず、最終的には、 撤退を余儀なくされた。この戦いの後に、オーストリア軍は、喉から手が出るほど欲しかった増援を、7月に、ロシア陸将ケレンスキーが主導するロシア軍の攻勢、ケレンスキー攻勢を退けたドイツ軍から受け取ることが、出た。ドイツ軍は、オーストリア軍に浸透戦術、フーチェル戦術を伝授し、新たな攻勢の助けとなった。他方イタリア軍では、 反乱の発生と指揮の急激な低下が内部から部隊の能力を削いでいた。兵士たちは粗悪な環境で生活し、軍事的に売るもののほとんどない攻撃に繰り返し、繰り返し投入されていた。10月24日、オーストリア軍とドイツ軍は大量の砲兵による弾幕支援の下、イタリア軍の防衛戦に向けて進撃を開始し、カポレットの戦いが始まった。 王独軍の不評部隊は、浸透戦術を採用し、強固な抵抗拠点を迂回して、イタリア軍の背後から攻撃を行った。戦いの最初の1日で、イタリア軍は、タリアメント側まで12マイル後退した。急速にまた深く前進したため、オーストリア軍は補給戦の限界を超えてしまい、進撃を停止し再編成をしなくてはならなかった。イタリア軍は、 ベネツィアに近いピアーベ川沿いの防衛線までし、戻され、この時点で死傷者は60万人を超えていた。カポレットの戦いの後、11月6日から11月7日に、連合国側はイタリアのラバロで会談し、イギリスとフランスがルイ一チ・カドルナの解任を要求した。この敗北を真摯に受け止めたイタリア軍は、新たな司令官アルマンド・ディアズを任命して、 英仏の支援のもとに戦線を立て直し、そこで、それまでの個別の戦争指導を改め、ベルサイユに連合国最高会議を設立して、各国の状況を考慮しながら統一された戦争計画を推進することを決めた。九百十七年十一月には、前線にイギリス、フランス、アメリカの各国の増援が到着し始め、決定的に優勢とまではいかないものの、イタリア軍は、 オーストリア軍の攻勢を抑え込めるようになった。そして連合国の援助は、兵員の面では、決定的というのはほど遠かったものの、石炭や鉄鋼などの戦略物資の供与は、これらの物資が常に欠乏していたイタリアを大いに、助けた。1918年の春に入ると、東部戦線で、ブレストリトフスク条約が締結され、ドイツ軍は、西部戦線での春季攻勢のために、 イタリア戦線からも部隊を引き抜き始めた。また、オーストリア軍はイタリア戦線での戦争にどのように蹴りをつけるか検討を始めていた。オーストリアイコールハンガリーの将軍たちの間では最終的な攻勢をどのように行うかについて一見分かれていた。ヨーゼフ・アウグスト大公は、二つの軍が山岳地帯で通信を維持するのが困難だろうと考えられたものの、 二つの構成軸を持つ構成作戦を決定した。ピアーベ川の戦いはオーストリア軍による金防衛の陽動攻撃によって開始されたが、連合軍はこの攻撃を簡単に撃退した。オーストリア軍の脱走兵から予定されている構成の目標に関する情報がもたらされたため、イタリア軍は二個軍をオーストリア軍の構成軸に向けて転用することができた。 スベトザル・ボロイエビッチ大将によって指揮されたも、う、一方の攻勢は当初成功を収めていたが、それも補給船が航空機に爆撃を受け、イタリア軍の増援が到着するまでのことであった。敗北したオーストリア軍は十五万名の戦士、戦勝者と二万五千名の捕虜という甚大な損害を受け、これにより、オーストリア軍が、イタリア軍の防衛線を突破できる見込みはほとんど、失われ。 形勢は大きくイタリア側に傾いた。ピアーベ側における決定的勝利の後、勝者であるイタリア軍がすぐに反撃を行わなかったことに、フランスやイギリスは深く失望した。イタリア軍は、ピアーベ側の戦いで被った損害を注視し、勝利に溺れて、安易な攻勢に出るのは危険だと考えていたのである。葬式官たるアルマンドディアズ大将は、 西部戦線からより多くの増援を訪れ、また、自軍の補充兵が揃うのを待った。1918年10月、構成発起に足るだけの兵員を集めることができたと判断したディアズは、ピアーベガー対岸のビットリオベネドを目標とする、構成画を立案する。10月23日に進軍を開始したイタリア軍は、本国での急戦の動きや、独立運動の激化から指揮を落としていた。 オーストリア軍を圧倒した。イタリア軍は、立ち入れの金傍で戦線の感撃を突破し、そこに増援を注ぎ込むことで、オーストリア軍防衛戦を粉砕した。ビットリオ・ベネトの戦いは、オーストリア軍が実質的戦力を失う先ぶれであり、オーストリアイコール、ハンガリー帝国崩壊の引き金ともなったのである。10月最終週には、プラハ、10月28日に、 チェコスロバキアが独立宣言とザグレブ10月29日にスロベニア人、クロアチア人、セルビア人国が独立で帝国を構成する各方が独立を表明する宣言を行っていた。10月29日にオーストリア首のオーブからイタリアに対して休戦が求められたもののイタリア軍は進撃を継続しウーディネ・トレントを占領。 また会場からの進撃により、トリエステオも占領した。10月31日には、ブダペストでが始まり、ハンガリー民主共和国が独立し、オーストリアイコール、ハンガリー帝国が崩壊した。ドイツ革命、1918年11月3日から1919 19年8月11日で、ドイツ帝国が打倒され、バイマル共和国が樹立された。11月3日、 オーストリアイコールハンガリーは、イタリア軍司令官に向け白旗を掲げた死者を送り、再び休戦を求めた。休戦条件は、パリの連合軍当局と、オーストリア軍司令官の間で電信で調整され、合意が形成された。休戦協定は、同日にパドバに近いビラジュスティで調印された、ビラジュスティ休戦協定。またこの日には、30万人のオーストリア軍将兵が降伏した。 翌4日の15時に休戦協定が発行した。ハプスブルク家先生が終わり、オーストリアイコール、ハンガリー帝国が崩壊した後、オーストリア共和国、サンジェルマン講和条約、1919年9月10日調印、と、ハンガリー王国、トリアノン講和条約、1920年6月4日、調印は、別々に講和条約に署名したのである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。